こんにちは。今日は、自転車の紹介とかではなくて、ちょっとうちに入荷してきた小物類とかバッグの紹介をしたいと思います。で、まずバッグなんですけど、今回入荷してきたバッグが背負ったりとかするバッグじゃなくて、ハンドルに取り付けるハンドルバッグが入ってきました。まあ、ブランドはもう多分自転車乗ってる人いたらご存知かと思います。クロームインダストリーの、ハンドルバッグが入ってきました。2種類入ってきました。これとこれですね。で、付けた感じの A はまたここら辺に多分僕ボンって付けるんで、どんな感じで付いてるかって見てもらったらいいかと思うんですけど、まずこっちですね、アーバン EX2.0 ハンドルバッグっていうね、ちょっとこの iPad 持ちながら説明させてもらうんですけど、まあウォータープルーフ、基本的にクロームのカバンって防水性すごい優れてるんですけど、このロールトップタイプはもうさらにやっぱ防水性にすごい強いバッグになってます。で、これはハンドル、まあ、ここで付けるんですけど、ハンドル取った後もショルダーバッグみたいな感じでこうやって持つこともできるんで、まあ、結構なんか財布とか携帯ぐらいだったら背負わなくてもこれ1個でいけんじゃねえかなっていう、結構僕は結構おすすめしたい1個ですね。これが税込みで8250円、アーバン EX2.0 8250円、安い。はい、ヘリックスハンドルバーバッグ、さっきと違ってちょっとこうバッテンがなんか印象的なハンドルバッグになってます。こっちが7150円です、税込みで。こっちも、さっきと一緒で防水性かなり優れてます。こっちロールトップタイプだったんですけど、こっちは止水ジッパーチャックになってます。はい、主にまあ違いは本当それぐらいと、あと見た目だとは思うんですけども、まあ、こっちはこっちで結構見た目がかなりシンプルなんで、まあ、どんな自転車にも合うんじゃないでしょうかって感じで、ハンドルバッグの紹介が以上なんですけども、こちらも結構少量入荷で紹介するたびに毎回すぐ完売してしまうんで、ちょっと狙ってた方はお早めにお願いします。で、次紹介するのが今回の動画の目玉で、クロームのシューズも入ってきてます。で、普段シューズとか入れないんですけど、今回なんで入荷したかっていうのが、タイヤとかで有名なパナレーサーとクロームがコラボしたシューズが出たんで、ちょっとせっかくなんでちょっと入れちゃおうぜっていうことで1個だけ種類入れました。クルスクっていうクロームの中でも結構定番のスニーカーのモデルを入れました。はい、で、ちょっとなんかデザインがこんな感じで、よいしょ、クロームパナレーサーって感じでなってます。で、この靴紐とかも全部リフレクトになっているので、結構まあ自転車走る方とかも結構光るんで、まあ、安全性も高くて、まあ、プラス結構僕もよく履いてるとかするんですけど、ちょっと若干重量気持ちあるんですけど、かなりしっかりとした作りになってるんで、特にまあペダルストラップとかクリップとか乗ってる方はかなり履きやすいスニーカーになってます。はい、で、値段がこれ、クロームとパナレーサーのコラボ12,100円です。はい、で、色が、このカーキと黒用意してます。で、サイズが26、今だったら26センチから 28.5 ぐらいまでの間やったら、今やったらまだちょっとサイズ揃ってるんで、これもよかったらお早めにご連絡ください。で、取引ちょっとどうしてもしておきたいっていう人とかやったら、ちょっとご連絡いただければ対応はさせてもらいます。はい、で最後にこれ一緒のように見えるんですけど、さっきのクルスクのこれ、はい、ビンディングバージョン、最近結構ピストバイクとかもビンディングで乗る方すごい増えてきてて、クロームのビンディングシューズの一番いいところっていうのが、やっぱりその見た目がスニーカーに見えてるんですよね。結構普通のなんかよくあるビンディングシューズって結構もうザ・ビンディングシューズなんですけども、クロームやったらもうそのままスニーカーっぽい見た目なんで、普段履きもできるしビンディングシューズにもなるんで、まあ最近、まあ、特に最近スピードアレとかクリットレースとかも結構流行ってるんで、そういう人もよかったらこういうビンディングシューズもあるんで試してみてはいいんじゃないでしょうか。
はい、でこれの値段が 14,300円、税込みですね、はい、これもちょっとあの種類今やってまだあるんで、ぜひ見に来てください。はい、っていう感じで今回は、ちょっと珍しく、クロームの商品が結構入ってきたので紹介させてもらいました。まあ、なんかわからんこととかあったら店頭に来てもらったら、試着とかもできるんで相談ください。それではお待ちしております。